皆様こんにちは。今回はイギリスとインドネシアにおけるイベルメクチンの動きをご紹介したいと思います。以前の動画でご紹介しましたように、マレーシアでは保健省が率先してイベルメクチンのオープンラベルっていう試験を行っているわけです。イベルメクチンに関しては、マレーシア国内でもある程度の反応がありまして、一部の人たちがオンラインでイベルメクチンを購入し出しています。 日本ではイベルメクチンっていうのは海鮮などの治療目的に厚生労働省がすでに人への使用を承認していますが、マレーシアでは人への使用を承認していません。マレーシアでは動物にしか承認がされていないんです。このためにそもそも人への使用が許可されていない状態で自分の判断で飲んでいくっていうこういう使い方がされているんです。 たとえパラサイト駆除を目的としてでもいいんですが、人間に処方した医師がいないわけです。これって非常に危険で、もし薬の副作用が起きたとき、どうやって対応するのっていうことが分かってる医師がいないっていうことなんじゃないかなと思うわけです。つまり現在のマレーシアにおけるイベルメキシンの流通っていうのは、ある意味ブラックマーケット的なものなんですよ。だから当然のことながら価格がどんどん釣り上がり出してるわけですね。 まあこんな感じで、マレーシアにもイベルメクチンに関する動きがあるんですけれども、イベルメクチンに関係した動きっていうのはマレーシアだけじゃなくて、本当に色々な国で起こってるなっていうのは私が今感じていることです。特に知見についてはマレーシアだけじゃなくてね、今回の動画のメインテーマになりますけれども、イギリスとかインドネシアでも始まってるんです。 それで今回はね、少しマレーシアから離れた話になってしまいますけれども、イギリスとインドネシアの政府が公式に発表したイベルメクチンの知見の話をしたいと思います。イベルメクチンってなんとなくアメリカとイギリスから干されてるっていうイメージありますよね。インドネシアだとアジアの流れを組んでね、マレーシアもやったし、インドも使ってるしっていうような感じで、政府が介入した知見を行ってもおかしくなさそうなんですけれども、 でもですね、あのアストラゼナカを送り出したオックスフォード、つまりイギリスですよね。このイギリスでイベルメクチンの治験が始まろうとしてるんです。ただ始まるっていうんであれば、まあ、マレーシアでも始まってますので、何も動画のネタにするほどのことはないんですけれども、ただね、この治験はちょっと変わってるんで取り上げてみたいと思います。 マレーシアではテレワークをワークフロムホームと言います。このイギリスで行われる治験っていうのは治験フロムホームなんです。さらにイベルメクチンは治療フロムホームなんです。 オックスフォードにはプリンスプルっていうプラットフォームがありまして、これプラットフォームランダマイズトライアルオブ a リートメン e a t m e n t in the Community for Epidemic a n っていうこの略なんですけれども、このプリンスプルの知見っていうのは、イベルメクチン以外にもすでに知見を行っていて、もう5000人以上が参加しているっていうことなんです。このプリンスプルがコロナの自宅治療としてのイベルメクチンしようと、これをやってみようっていうことになるわけですね。 まあ、この自宅治療ということで、これがさっき言った治療フローもホームになるわけです。そしてこの知見のボランティア募集、まあ、募集するのは、主にコロナにかかってる最中の人なんですけれども、この募集はほぼオンラインで行われます。もちろん電話も含めてね、すべての知見のやりとりがね、自宅でできるっていうものなんです。この知見のプロジェクトにオンラインや電話で申し込むと、その知見セットっていうものが送られてきて、それに従って行うっていうものなんですね。 コロナにかかって自宅療養してる人にしてみるとね、インターネットとか宅配を使った治療に参加できるっていうようなメリットがあるわけです。ただ、ボランティアっていうのはイギリスに住んでいる人でないとダメなんで、残念ながら海外からは募集できません。今ご覧になってるのがオックスフォード大学のホームページに掲載されてる内容で、2021年6月23日という日付が書かれています。このホームページの多分オリジナルとなるね、 ものだと思うんですけども、これはプリンスプルのホームページにま掲示されていて、全く同じ内容のものが掲示されていますで。ちょっとプリンスプルのホームページ見てみますけれども、それをちょっと日本語に直してみたいと思います。オックスフォード大学が主導するプリンスプルは、新型コロナウイルス感染による重篤な病気のリスクが高い人々の症状の重症度を軽減し、入院の必要性がないようにするための治療法の調査を行っています。 今までの調査では英国全土から5000人以上のボランティアが参加して行われています。イベルメクチンは安全で広範囲で使用できる苦虫剤であり、寄生虫感染症の治療に世界で広く使われています。基地の抗ウイルス特性により、イベルメクチンは実験室の研究で新型コロナウイルスの複製を減少させることが示されています。小規模のパイロット研究では、イベルメクチンの早期投与により、 軽度ののの新型コロナウウイイルルスス感染患者のウイルス量をを減らし、症状の持続期間を短縮できるいいうことが示されています。一部の国ではイベルメクチンが新型コロナウイルス感染症の治療に日常的に使用されていますが、大規模なランダム化比較試験を行って、それに基づいて病気からの回復を早めたり入院を減らしたりできる根拠を示した研究はほとんどありません。 オックスフォード大学のナフィールドプライマリーケア健康科学部のクリス・バトラー教授は同時にプリンシプル試験の共同研究員でもありまして、次のように述べています。 イベルメクチンは有効な安全性プロファイルを備えており、いくつかの研究で初期の有望な結果が得られたため、すでにいくつかの国で新型コロナウイルス感染症の治療に非力利用されています。プリンシプルのような大規模な試験にイベルメクチンを含めることにより、新型コロナウイルス感染症に対する治療の効果と、その使用は有益なのか、もしくは害があるのかということを判断するための確固たる証拠を得たいと思っています。 研究に登録された参加者は、スクリーニング質問票定数後に適格性が確認されて、そしてその後、蛍光イベルメクチン治療の3日間のコースの内容についてランダムに触り当てられます。 参加者は28日間フォローアップされて NHS ケアの通常の標準治療のみを受けるように割り当てられた参加者グループと比較されます。この知験に参加するには特定の基礎的な健康状態、新型コロナウイルス感染症による息切れのある18歳から64歳の人、または65歳以上の人は新型コロナウイルス感染症の症状を経験したり、陽性の検査を受けてから最初の14日以内で 必要があります抗凝固剤のワーファリンを服用しているまたはイベルメクチンと相互作用することが知られている他の治療を受けている重度の肝疾患のある人は除外されます知験は英国のどこからでもオンライン電話または一般開業医の診療を通じて簡単に参加できオックスフォードのトライアルチームと直接会う必要はありません イベレメクチンはプリンスプル試験で調査される第7番目の治療法であり、現在インフルエンザ抗ウイルス薬ファビピラビル。まあ、これはアビュガンのことなんですけれども、これと一緒に評価されています。2021年4月、プリンスプルはブデソニドを吸入した在宅患者の新型コロナウイルス感染症を治療する英国初の有効な薬剤の中間証拠を報告し、 治療による回復時間を中央値3日短縮することを示しました。それ以来この治療法は英国、カナダ、インドの初期段階の新型コロナウイルス感染症を治療するための臨床ガイドラインに含まれています。プリンシプルは 英国研究技術革新機構からオックスフォード大学への助成金と英国政府の迅速な研究対応基金の一部として国立健康研究所を通じて保健省から資金提供を受けています。この試験はケアホーム、薬局、NHS111 ハブ、 病院及びイングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの1400を超える GP 診療所のヘルスケア専門家の広大なネットワークによってサポートされています。まあ、以上が翻訳となります。この内容からわかると思うんですけれども、少なくてもイベルメクチンについてはポジティブな見解のもとに行われているということがわかります。本文を読むとわかるんですけれども、 知見参加者全員にイベルメクチンを配るんじゃなくて、あくまで参加者を2つのグループに分けて、使うグループと使わないグループに分けて、同じ条件で比較しようっていうことだと思います。では今度はインドネシアの知見についてお話ししたいと思います。インドネシアにはアメリカの FDA のような部署があって、BPOM と書いて、BPOM とかね、あと POM と書いてね、それで POM とか呼んでるわけです。 ベ p ペイ OM のホームページには、イベルメクチンの治療がキックオフされたっていう内容のポストがあります。この記事の内容が他の国と違っているんで、面白いんで紹介させていただきます。2021年6月28日、インドネシアのポムの責任者であるペニー・ケルキトは、イベルメクチン臨床試験実地承認、ペイペイ・ウーカーを保健省の保健資源事業開発センターの責任者に引き渡しました。 ペイペイウーカーの引き渡しがされるということは、インドネシアで新型コロナウイルス感染症に使用される可能性のある医薬品。ここではイベルメキチンのことを指すんですけれども、この医薬品の臨床試験の実施に対して、ペイペイ OM がサポートするということを意味します。ポンエージェンシーは、チェコ共和国、インド、スロバキアなどの他の国で実施された様々な調査をリビューしました。 インドネシアでの臨床試験はメダンの病院で1カ所、ポンティアナックの病院で1カ所、ジャカルタの病院で6カ所、合計8カ所の病院でランダム化比較試験法を用いて実施されます。と6月28日に伝えています。本日のイベルメクチン治療のペイペイウーカーの引き渡しは国営企業大臣のエリック・トーヒルの立ち会いのもとで行われました。 国営企業大臣は新型コロナウイルスとの戦いにおいて最善の解決策を見つけるために多くの人が協力してくれることに感謝の意を表しました。大臣は次のように述べています。今回のような危機的な状況では懸念する必要があるのは薬の入手手段です。今日は特にイベルメクチンについての話をします。現在政府は450万個のイベルメクチンの生産を準備しています。 臨床試験の結果が良ければ、もちろん生産数を増やします。また次のようにも語っています。政府は人々が安価な治療を受けられるように努力します。ポジティブな考え方に基づけば、必ずうまい解決策はあるはずです。イベルメクチンの臨床試験に関して、ベーペイ OM の責任者は、臨床試験はベーペイ OM によって承認されたプロトコルで実施されると述べました。 これらの臨床試験が行われている間、一般の方々はイベルメクチンの服用に注意することをお勧めします。一般の人々はオンラインショッピングプラットフォームでイベルメクチンを購入しないでほしいということと、この薬はハードドラッグを含んでいるため、医師の処方箋なしで自由に使用することはできないということをご理解ください。と、ベー OM の責任者は述べています。 国営企業に加えて本日の記者会見には専門家チームがオフラインを呼びオンラインで参加しました。薬物評価のための全国委員会のメンバー、アンワル・サントソ博士によると、彼のチームはベーペー・オーエムともにこの薬に関するインドネシアにおけるデータを臨床試験に提供していくと述べました。 この臨床試験が大きなサンプルで実施され、必要に応じて臨床的利益を生み出し、重要な結論を得ることができることが期待されています。 一方、健康開発政策庁の専門コンサルタント、プラティウィス・ダラソノ博士は、イベルメクチンの臨床試験は、軽度から中等度の症状を持つ患者に対して実施されると述べました。彼はまた、イベルメクチンに関する概念と、他の国で良い結果を裏付ける多くの臨床試験のデータを既に持っていると述べました。ということで、内容を見るとわかるんですけれども、 大臣はイベルメクチンの生産量についても言及しています。マレーシアと比べると、インドネシアの方がイベルメクチンに対する温度がちょっと高いようですよね。このペペウーカー引き渡しの行事が YouTube で公開されています。概要欄にリンク貼っときますので、興味のある方はご覧になってください。この YouTube の動画を見ると、インドネシアでは一部のクリニックがイベルメクチンをすでに使って、小規模な評価をしているみたいですね。そのデータもある程度蓄積しているようです。 そして今回行われる知見なんですが、約3ヶ月かけて行うということで、それで1ヶ月目に中間報告を出すぞと、VPOM の長官が念を押して言っていました。それからインドネシアもマレーシアと同じく国内産のワクチンの開発を進めており、どのテクノロジーかはわからないんですけれども、2020年あたりで実現できそうなことが語られています。 今回はイベルメクチンについてマレーシアの様子とイギリスとインドネシアでの知見が始まったということをお伝えしました。このチャンネルではマレーシアの永住権でね、 長年暮らしている私の身の回りのことを少し詳しく説明するというような動画をたくさん上げています。もともと理系の人間なので少しサイエンス的な説明もさせていただいています。いつもコロナの情報を出すとは限りません。他のなんかお楽しみみたいな動画も出すかもしれません。気に入っていただけましたらチャンネル登録をしていただくとありがたいです。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回お会いいたしましょう。